イジー・パブレンカは、チェコフルチン出身のサッカー選手。ポジションは GK。ベルダー・ブレーメン所属。チェコ代表。FC ・バニーク・オストラバの下部組織で育ち、2012年にトップチームに昇格すると、2013年6月1日の FK ・バウミとヤブロネツ戦でリーグ戦デビューを果たした。2016年1月に FC ・バニーク・オストラバから38万ユーロで、 SK スラビアプラハに移籍した。初シーズンから定位置をつかみ、スラビアプラハのリーグ優勝に貢献した。チェコ時代には国内リーグで通算103試合に出場、国際舞台においても UEFA ヨーロッパリーグで4試合に出場した。2017年6月、ベルダーブレーメンに300万ユーロで移籍し、4年契約を結んだ。 2013年から2015年にかけて U-21 チェコ代表に招集された経歴を持つ。2015年6月に地元チェコで開催された UEFAU-21 欧州選手権2015の代表メンバーに選出されたが出場機会はなかった。チェコ代表としては2016年11月15日に 行われたデンマーク代表との国際親善試合でデビューをした。ありがとうございます。